またお会いしましたね。元 AKB48 で女優の大島さんが今日25日から配信のアベマプレミアムドラマ私が10になった夜で大胆な濡れバシーンに挑戦していることが24日わかりました。女性が本能のまま10のように男性を求めた夜を描いたオムニバス作品です。 大島さんは第1話の同窓会の夜、彼氏とレスの私で、17年6月にグループを卒業後、初となる主演を務めます。それでは、先に失礼します。